はい、こんにちは、116ウィンズです。スポーツ界において大怪我で長期間、それこそ復帰までに1年以上の時間を要することはまあ珍しくはなく、 MLB に関しても同じことが言えますよね。例えばピッチャーであればトミージョン手術を受けた場合には、 MLB 復帰までに1年以上かかりますし、手術自体も決して珍しい話ではありません。そんなトミージョン手術から先日一人のピッチャーが復帰を果たしまして、それがオリオールズの先発左腕ジョン・ミーンズ。ミーンズは現地9月12日のカージナルス戦に先発し、5回3失点とゲームを作りまして、トミージョン手術後初めての MLB の先発マウンドでありましたが、久々の実戦であることを考えればまずまずの内容で復帰戦を終えました。ミーンズは昨年4月に手術を受けて以来ずっと離脱していましたので、今回の先発はおおよそ1年半ぶりの MLB のマウンド。当初はオールスター前後の復帰を目指していたため、思ったよりも復帰までに時間を要してしまったものの、ひとまず無事に復帰できて何よりですが、ただ彼が離脱している間にオリオールズのチーム状況が劇的に変化しましたので、ある種の浦島太郎状態にもありそうですよね。ミーンズは2014年ドラフト11巡目指名をオリオールズから受けてプロ入りを果たしたあたり、もともとすごい期待されていた選手というわけではなかったんですが、2018年に MLB デビューを果たすと、翌2019年にオリオールズの先発ローテーションで大ブレイク。この年は31試合27先発で12勝11敗、防御率 3.60、ベースボールレファレンス算数のウィンザボールプレイスメントはリーグで9位となる 4.4 を叩き出し、オールスターに選出されるとともに新人王投票でも2位にランクイン。その後もチームの先発陣を支える活躍を見せ、2021年もウィンザボールプレイスメント 3.6。 この年5月のマリナーズ戦ではノーヒッターも達成し、ゴールデンウィーク明けの朝最悪の目覚めとなったのも個人的によく覚えています。速球は90マイル台前半とパワーでガンガン押すタイプの選手ではないですが、コントロールよくチェンジアップ、スライダー、カーブを織り交ぜながらゲームメイクし、当時のオリオールズ先発陣の中でも特に計算できる頼もしい左腕だった印象です。ただミーンズが着実にメジャーでのキャリアを築く中で、肝心のオリオールズは再建期真っ只中で全くと言っていいほど勝てない状況が続いていました。ミーンズが本格的に MLB に定着した2019年以降の3年間でオリオールズは131勝253敗、勝率に直してわずかに3割4分1厘と、当然ながらこの3年間合計の勝率は MLB の中でもワーストでした。短縮シーズンとなった2020年はかろうじて地区最下位は免れましたが、2019年と2021年はいずれもシーズン100敗以上でぶっちぎりの最下位。2021年は途中19連敗を記録し、久々に試合に勝った後にチームの公式ツイッターが涙を流す絵文字付きで、試合に勝ったよとツイートするようなチーム状態でしたので、まあとにかく弱かったと。そんなチーム状況でしたので、投手陣の成績も芳しくなく、2019年2021年はいずれもチーム全体の防御率は5点台と、正直投手陣に明るい話題は多くはなかったんですが、そんな中でのミーンズのブレイク、そして活躍というのは、オリオールズ投手陣にとって数少ない明るい要素の一つだったとも言えるでしょうか。そんなわけでミーンズがメジャーに定着してからのオリオールズ投手陣はとにかく苦しい状況にありましたので、昨年4月下旬にミーンズがトミージョン手術を受けることが決まった際にはチームにとってもかなりの痛手でした。確かに当時のチームは再建途中にありましたので、まあ言ってしまえば負けても大きな支障はなかったのかもしれませんが、とはいえ2019年以降で合計200回以上投げたチームで唯一のピッチャーであるミーンズがいるに越したことはないですし、一番勝てるチャンスがあったのも彼が投げる試合だったのも間違いないでしょう。またミーンズの活躍次第では夏のトレードデッドライン前にトレードする選択肢もおそらくオリオールズにあったはずですよね。コンテンダーのフロントラインスタータータイプではないかもしれませんが、 AL 東地区という投手にとって厳しい環境で結果を出し続けてきた点は評価できますし、昨年夏の時点では保有権があと2年半残っていたなど、単なるレンタルで終わらなくて済む点でも他球団にとって魅力的な選択肢となり得たはずですが、トミージョン手術でその可能性が完全についえたと。そういった意味でもオリオールズにとってもミーンズの怪我は痛手だったでしょうか。ただなんとも不思議なことに、ミーンズが離脱した直後くらいからオリオールズはチームとして大きく変わることとなります。一番大きかったのはやっぱりアドリー・ラッチマンがメジャーに昇格してきたことですよね。球界ナンバーワンプロスペクトのキャッチャーであったラッチマンが昨年5月下旬に昇格を果たすと、初めの1ヶ月くらいはメジャーのレベルにアジャストするのに苦しんでいたかもしれませんが、徐々に適応し、最終的には新人王投票で2位に入る活躍を見せ、今季もチームの中心選手として活躍してますよね。2年間合計のウィンズアブリプレイスメントは 8.5。 ミーンズが怪我前に最後に先発した試合のキャッチャーはアンソニー・ベンブームでしたが、彼の通算のウィンズアブリプレイスメントがマイナス 0.6。 もう一人のキャッチャーロビンソン・チリーノスにしても直近のシーズンはリプレイスメントレベルの活躍でしたので、それらがラッチマンに置き換わった。キャッチャーという一流レベルの選手を確保するのが難しいポジションでラッチマンクラスが出てきたら、まあチームは変わりますよね。ラッチマンが MLB に昇格してからのオリオールズは現状一度もシリーズスイープされたことがないなど、大きな連敗もなく安定していますし、まだまだ再建途中だったはずの昨年のオリオールズがシーズン終盤までプレーオフ争いに食い込んだ大きな理由の一つには、やはりラッチマンの存在はあるでしょう。
またラッチマン以外でも再建期に集めたトッププロスペクトたちが今順調にメジャーに昇格、そして定着を果たしつつありますよね。特に大きなところではガナー・ヘンダーソン、ジョーダン・ウェストバーグの2人の内野手。ヘンダーソンは今季シーズン序盤はあれだけバッティング面で苦しんでいたにもかかわらず、6月以降85試合で打率2割8分5厘、ホームラン21本、OPS8 割8分7厘とトッププロスペクトであるゆえんを見せつけ、現在のウィンザーオールプレイスメント 5.6 はチームトップ、新人王有力候補にまでなったんですからさすがですよね。ヘンダーソンと比べるとウェストバーグの成績は地味かもしれませんが、今年初めて昇格を果たしてすでに平均以上の打力を見せているあたり、適応が早かった印象ですし、トッププロスペクトがちゃんと期待通り活躍しているのはすごいですよ。今のオリオールズみたいにトッププロスペクトの選手たちがメジャーに定着して、そして結果を残すことは決して当たり前なことではないですからね。自前の選手たちがちゃんと活躍したことでチーム力が底上げされ、そこにさらに既存戦力のマリンズやサンタンデール、ヘイズなどそういった選手たちもしっかり結果を出しつつ、ほぼノーコストで獲得してきたオハーンやヒックスといった選手たちも成功へと導くなど、1年半で劇的に野手陣の厚いチームとなりましたよね。その結果として現在の地区優勝争いに絡むだけのチーム状態になったのでしょう。今季ここまで91勝55敗、プレーオフ出場に関してはもうほぼ確定で、あとはレイズとの熾烈な優勝争いがどうなるかといったところです。ミーンズが奮闘していた2019年2021年あたりの惨状を考えたら鮮やかな転身ぶりですし、ほんの2年前に涙流しながら勝ったよとツイッターで報告していたチームと同じとは思えませんよね。ミーンズからすれば再建期ど真ん中で怪我し、半ば負けることが常態化していたようなチーム状態だったところ、戻ってきたら優勝争い真っ只中、強豪チームの仲間入りを果たしてしまったんですから、チーム状態のギャップで耳がキーンとなりそうですが、1年半の離脱前後でチーム状態がここまで劇的に変化するのもなかなかレアかもしれませんね。怪我している間にチームの立ち位置が随分変わってしまって、浦島太郎状態にあるかもしれないミーンズですが、ただオリオールズも今こそ彼の力を必要としているかもしれません。野手陣の層の厚さに対して特にオリオールズの先発陣は割と平凡と言いましょうか。先発防御率 4.39 は MLB 16位ですし、ファングラスタンスのウィンズオブプレイスメントについても MLB 17位と、MLB 全体で見ても真ん中くらいのチームです。プレイオフに向けては今季ブレイクイヤーとなっているカイル・ブラディッシュ、 MLB 再昇格後は本来の実力を見せつつあるグレイソン・ロドリゲスがまずはローテの 1,2 番手となりそうですが、それに続くピッチャーが短期決戦で使うには少し弱いかなという印象のチームですので、そこにミーンズがハマったら熱いなと。もちろん手術明けですし過度な期待は禁物だとは思いますが、チームの再建期をずっと支えたサワンが一番大事な時期に輝くチャンスは来るのか、プレイオフに向けてミーンズはどんなピッチングを見せてくれるでしょうかね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。